こんにちは、オベローン社秘密工場から進んでいきます。なんとか社ってつく組織が出てくるとワクワクするの私だけでしょうか。すごいな、ここ。うわー、広そう。いろいろいけるな。ダークナイト、シアンドギャルド。あ、弓にしちゃった、撃っとろう。お金探してるわ。すごいの、今、ダークナイト。ででで。あ、ちょっと止められるの。攻めようと。なんか変わってた。なぜ襲ったかな。ヤトロさん、後ろに来なきゃダメだった。ごめん。死んじゃう。しょうがないな、リオンいないから自分で突っ込むしかないか。ごめんね、トロさん、ちょっと後ろからお願いします。これで行きましょう。いっぱい行くとこある。ちょっと端っこから行こう。あれ、人がいるよ。だから取ってからにしよう。ナバースーツ上がる。でもちゃんと能力で見たい。弾力性に富んだ素材で作られた防護服。上がる。どうしよう、ルーティがいいかな。人がいる。オベロン社の資料がある。公開資料がほとんどね。機密に相当するものはないようだ。ね、なんでここにいるの、怖くない。話しかけます。あ、社員の、え、怪しいやつも生きて返さんぞ。え、待って。急にいて、それはちょっと。いや、でもダークナイトとかじゃん。オベロン社員やば。すごい、グレンケやばい、便利。ダークナイト、どっちが、あ、こっちがダークナイトか、こっちがブラックナイト。運が悪かったな。フィディアがいつもと違うポーズしてる。いやサインとも戦うんか、ここ。まあ変な、特に重要な情報はないか。へえ、どうしよう。なんか敵が急に強くなった気がするんですけど。これどんどん入れていこう。あまりかさばらないけど、変なもん、なんか毒入りのやつとかも入れちゃいそう。大丈夫かな。これは柿か、柿じゃないか、大丈夫だな。腐ったみかんまずい。うなぎも入れちゃおう。カツオも大丈夫ね。で、栗も入れちゃおう。で、これも大丈夫だ。魚ちょっと怪しいからな。すげえ入るわ。フードサックリリスにもらって、すごいことになってる。ニシキベラ、あー、まずいってのやめとくか。丸そうだ、やばそう。アイスキャンディーは大丈夫。サンマ、あ、サンマはいける。入れて平気だ。あんまりかさまんないな。ジャンヌも入れよう。あんまり増えないな。ジューシービーフ入れちゃおう。すげえ、ジューシービーフの威力よ。半端ない。これ進もう。なんかすごいとこだね。なんだここ、床落ちそう。え、こっちに行ける。こっちも行けそうだ。え、いっぱい行けるとかあんな。こっちも行ける。あ、行けるな。端っこから行くか。わけわかんなくなりそう。
よし。え、あ、でも宝のとこだ。あ、ああいうコンベア系辿っていったりとかもするんかな。電撃の剣？すごい。すごいものが。あ、ディスクだ。光の模様が刻まれているアタッチメントディスク。光か。下がっちゃうな。フィリアは？上がる。こっちにしよう。サンダーブレードかな。サンダーブレードだ。かぶっちゃうけどいっか。でこれ絶対さ、こっからぐる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 移動するわけだよね。うーん、迷いそう。めっちゃ、よし、行けるとこ見てからにしよう。グレンケンダメ。ディメロス投げちゃうからさ、なんかしかも遠くに投げちゃうの。これ拾いに行かないと攻撃がなんかキックしかできなくて。ダメだよ。残像残して消え不意打ちする技。へー、面白い。変えよう。これ特技特技、これ強いけど、強いけどこれどうしよっかな。コバハさんあたりにしとこうかな。使い勝手的に。びっくりしたわ今。こっち行ってみよう。なにこれ、なにこれ、絶対ぐるぐるいっちゃうやつだよこれ。これ運ばれますね、確実に。道が難しい。適当に行ってみるしかないか。でもこっちは、あ、いる。話しかけようかな。また襲われそう。貴様ら侵入者だな。この工場から生きて出られると思うのよ。お、なんだなんだなんだこれ。認識カード青。へぇー、あ、これか。認識カード。ドアロックを解除するためのキー、青色を捨てる。あ、これがないと通れないところもあるのね。ルーティンがなんか覚えた。ナースも覚えてる。味方全員の HP を回復する。ディスペル、全体の状態変化を解除する。じゃあいい感じだったかな。よし。じゃああと右側が行ってないんだよね。あとベルトコンベアみたいな。なんとこっち側か。結構広いな。何ここ、何ここ、やばいやばい。とりあえず取る。オベロナミン C。 あ、でもフードで回復しちゃってる。なんだこれ。へえ、これ何？ねえ。こっちに行くのとこっちに行くのと切り替えられるんだ。とりあえず初期のままにしとくか。ちょっとよくわからないから。で、あとこっち行ってない。ん？ここに落ちたらどうなんだろう。よくわからないな。どっから乗れるの？どれか乗ってみ、あの扉は行ってみよう。これ行ってみるか。ガラクタだよ。だから取ってこ。なんだこれ、ゴメ捨て場？あ、これ行き止まりっぽいな。リフレックス。なんだなんだ。あ、そうだそうだ。リフレッ
くす。ここはゴミか。ちょっと戻りましょう。じゃあどっかのベルトコンベア降りてみよう。左上の方にあったとこに行こうかな。じゃあはい、ここにたどり着きました。乗ってみよう。やっぱこういうとこだよね。あ、着いたぞ。2箇所乗れる。何ここ。下行ってみるか。あー、でここに流れ着くんだ。あ、でこの切り替えか。私は今どこに行こう。あー、落ちる。あ、わかったわかったわかった。切り替え大事だわ。こう切り替え大事だわ。こっち。ちょっともう一回流されてこようと思います。またここに来ました。今度こっち行ってみようかな。そう、こっち行ってみよう。今度は下も切り替えてるから。あー、どこ行くのこれ。やばい。どこ行くのこれ。え、どこ、ここ初めて見るとこ一周する。あ、これやばい。ゴミ箱行きじゃない。ちょっと待って。ぐるぐるしてるわー。あー、さっきのとこ行きます。はい、ここに戻ってきました。フィリアがニュースペル覚えました。ホーリーランス、すごい。無数の光の槍を敵に突き刺す。57も使う。すごい、威力すごそうだけど、さ、コストがすごいなぁ。へぇ、行きましょう。もう切り替えたから怖くないよ。よし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 。あ、ここ通り過ぎたとこだ。あれになるとゴミ箱に乗っちゃうから。あれだ、さっき手に入れたあれかな。認識カード青を差し込みました。あ、いた。行こう。でも一箇所行ってない気がすんだよな。まあ、行っちゃおう。めっちゃいる。ちょっとー、怖い。で、宝を取って、またリフレックスか。ナバースーツ、あ、2個目。ナバースーツ。で、絶対戦うよな、これ。侵入者にしよう。怖っ。物騒すぎる。で、あの、ウッドをね、剣に変えました。なんかやっぱ弓よりも剣の方が働いてくる。ハンダブルと強すぎるわ。そう、ほらほらほら、あいつ働いてくれるから。リオンの代わりに前線に立って戦ってもらおうかな。そうそうそう。よしよし。こうやってあれか、社員倒していってなんか手に入れて進んでいくんかな、ここ。あんた強いな。俺、強いやつは好きだぜ。なんだこいつ。いいこと教えてやろう。あ、電子ロック解除のパスワード。愛はな、金属を表すんだぜ。これメモした方がいいな。パスワードもあるんだ。そういうことですか。愛だか言ってたか分かんないけど。金属。これで分かんのかな。お前らならあのパスワードもちゃんと解けるんじゃねえか。あー、鍛えてる。何だったんだこいつ。ちょっといいやつだったぞ。あ、でこれで行き止まり。でもう一箇所行ってないから大丈夫だ。でゴミ箱に行って、一回スクラップになって、でまだ行ってないとこまで行きますね。ぐるぐるするなここ。
確かこっちの先まだ行ってないんですよね。行きましょう。なんじゃここ。何にもないか、特に調べることとかできないもんね。何ここ、左側から行こう。またいるー。宝をとりあえず取って。何このうねうねしたやつオベロン EX。 そう、オベロン社だからそういうのはいっぱいあるんだ。ゲイルスタッフ。あ、でももう装備しないな、みんな。すげー、上がるけどクレメンテがいいよねさすがに。エナジーブレッド。あ、懐かしのエナジーブレッド。で、またこれか。ちょっと調べる？秘密じゃない。こんにちは。お、あなた方ですね。ヒューゴ様に逆らおうとする愚か者は。ある種宗教だな、なんか、ヒューゴ。すごい支持されてそうだな、ね。頑張れ、トロ。もう回復はルディに任せているひたすら突っ込む。てか、ベロンシャイン強すぎないか強すぎるよ。なかなかやりますね。面白い教えてくれるの。あなた方に一ついいことをお教えしましょう。二つ隣の通路にある扉、あれは簡単には開きません。二つ隣の通路、ほいほいほい。扉を開けるためには、あ、来た。コンピューターにパスワードを入力しなければ、しなくてはなりません。そのまま行っても到底あなた方にはわからないでしょうね。パスワードは色なんですよ。例えば、X はグリーンを意味している？何言ってんですか？ X はグリーン？どういうこと？それでもわからないようでしたら、別室の端末からヒントを引き出してくださいよ。まあ、それを知ったところで、あなた方がヒューゴ様の元にたどり着くことは不可能。せいぜい寄せよ、あがいてくれたまえ、ははははは。え、なんなんだよ。なんなんだ、ちょっと面白いぞ、ベロンシャイン。二つ隣で行ったか。よし、行ってみよう。二つ隣、一つ隣だよね、ここ。で、二つ隣。あ、これか。モニターがついている。ん？ GAT150。4。何言ってんすか。何の話ですか。え、でもグリーンじゃない。あ、赤。カーマイン、パールレッド、チェリーレッド、スカーレット。1調合中。やばい第2巡目に侵入者あり。わーびっくりした。なんかガーディアンとかサテライトとかそういう系のやばいの出てくるかと思ったら普通の敵が出てきました。うー、びっくり。ここはいけるんかな。あー、ロックがかかって、ここを開けるのためのあれか。分かんなかったらヒントがあるって言ったよね。あれも開かない？ね、絶対ここにヒントない気がするんだけど。ほら、差し込み口、青いカード入りました。これじゃないみたいだ。そうだよね、赤だよね、あれ。え、ってことどこにヒントがあるんだ。あっちの来たとこか。こっちの隣の部屋か。あー、やっぱ端末調べられるのかもしれん、こっちの。ほらほらほら、ダンボールじゃない。あ、いけるいける。モニターに文字が表示されてる。あ、これはだから聞きました。この辺調べていけばいいんだ。ここはないか。あの端末の形が教えてくれる。2個しかないんだけど。あ、来た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 。あ、
ブルーで i5、 あ違う iv だったから、金属ブルーってことか。金属、これでわかる？さてやってみましょう。パスワード、怖いよ、あの音が怖かった。そうだよね、 iv で、青でいいんだと思います。青、あー金属だからメタルブルーか。4、パスワード照合中、怖いよ怖いよ。あ、やった、パスワード照合完了、システム稼働停止、第8ゲートセキュリティ解除。お、ここがいた、あ、いたいたいた、また社員いる。他のはないかね、全然関係ないかね。怪しい工場だな。オベロン、なんかさ、オベロナミンとかさ、ちょっと飲んだりしてるけど大丈夫かなって思い始めるよね。なんだか怖い怖い。お前らにこれは渡さん。あ、カード持ってんなこいつ。あ、カード来た、やったー、認識カード赤。よし、これ2個になってたりする。あ、2個持ってる。こっちが青、こっちが赤。で、ちょっとウトローが死にそうなのはやばいんですけど。ファーストエイド。で、フィリアが何か覚えたの、特技の方かな、ボムレイン。ハイドパーティー、あー遭遇率が低下するやつか。フィリア特製薬品、雨のように降らさ。ほんと危険な子ね、あなた。爆弾好きなんか、そういう性格の一面もあるのね。で、行こう。よしよしよし、順調だぞ。今んとこ行ってないとこもないし、多分大丈夫な気がする。さっきの赤いカードで開くはずだ。認識カード赤を差し込みました。開いた、よっしゃ。お、なんかすごいとこに来たんじゃない。え、あ、小部屋がある。これ小部屋一回チラ見しようかな。ちょっとチラ見しよう。あ、だからだから、やっぱ小部屋だ。よしよしよし、ファインシールド。お、良いね良いね。フィートシールドの累計、機能的に洗練され使いやすい。よしよし、また見た目もちょっと変わるぞ。よしよし、もう一個欲しい。オベノン EX。 いいね、もっとでも落ちててもよかったな。モリュージョーのグミぐらい落ちてて欲しかったわ。これなんもないよな。結構影には隠れてるかね。あ、だだだ、オベロナミン C 待ってたよ。飲んで平気かな、でも体に悪そうじゃないこれ。こうなっちゃうともう体に悪そう。すごく。どこ行こうとしてたんだっけ。あ、小部屋があるんだ。あ、これ取って、オベドン EX。あ、そこに扉か。ここは平気だろ、じゃん。だからだから。オベロンゴールド。すごい。え、初めて？あ、違う、いっぱい持ってたわ。いっぱいも、あるんだなぁ。オベロナミン C、オベドン EX、オベロンゴールド。怪しいわぁ。すごいなぁ。ないか、あそこが怪しい。あとは下行ってないよね。あとは、あ、こっち小部屋があるぞ。あと宝ないか。なんか結構ごちゃごちゃしてるからな、マップ。見逃してたら結構編集の時にあって、あー先輩の来た。よしよしよしね、編集の時にあーって思ったりも。あー、じゃあちょっとここで今日おしまいにしましょう。はい、なんかほんと探索だけで終わっちゃったんですけど。今日はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。